業の皆さんはちょっとね、労働審判なかなか、相反すか裁判になったりっていうことで、ちょっとまあ厳しい状況、厳しいけど、またまた時間稼ぎをされちゃってるんですけども、まあ、そこはもうね、好きに裁判所で言ってきてください。組み切られたわけでもないし、給料払えと。内部情報を出したら給料くれるのかぐらいのことを言って、暴れてきてもらった方がいいんじゃないかなと思ってます。で、まあ本当に暴れるんだったら、本当は大津の家の前とか、大津の親父の前とかで、ちょっと、いわゆるデモとかもしてもいいのかなと。まあ、凱旋活動、合法なやつね、もう全然、あまりにもちょっと、さすがに、我々もおとなしく皆さんがガス抜きするのもあってもいいのかなと思ってます。まあ、直ちにやろうっていうわけじゃないですけど、もしそういうの希望があれば、やってもいいかなと思ってます。翼の塔の前でやってもいいですけど、ね、あと、まあ、警察の関係の方は、まあ、警察が動いてるので、ちょっと、ご報告は、まあ、動いてますっていうところで、とどめておきますけども。だって、僕が、なんか、11月末までに逮捕されるの言われてないか。いや、そんなことない。言ってたらいいました。もう、12月13日。違う人が逮捕されそうですね。ね、沢田隆史の母親と一緒に訴えたんですけど、まあ、これ、なぜ訴えたかっていうと、まあ、沢田隆史の YouTube の運営が実質お母さんなので、共同で YouTube を、YouTube チャンネルを運営してると。まあ、振り込み先がお母さんになってる。まあ、これ、実はね、黒川にもできるのが分かったんですよね。黒川のチャンネル、翼の塔チャンネルは、オリーブの木株式会社がやってて、オリーブの木株式会社の社長、お母さんなんで、黒川。黒川の裁判も次回までに、向こうは、証拠出してくるみたいなことを言ってますけども、それがなければ、どん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 訴える方法があるので、この間のお母さんなんかも訴えていこうかなとは思う。まあ、取れるところも訴えないとどうしようもできないんで、まあ、いろんな知恵が出てきてますよということです。ただ、あまりそっちのマイナスのところに時間とかを使うよりもね、その今の本当この政権を取りに行こうという方向へ、すごく、昨日、その、ビッグスポンサーとずっとね、話してて、そっちの方向、すごく前向きに話が進んでいますので、楽しみ、そこは。僕自身もすごく、やっぱ堀江も総理大臣で見てみたいんですよね。それを思う人が、一昨日もちょっと銀座でね、奈良山の店にちょっと仕事で行って、そこのお客さん、まあ、自民党の大物議員もいたんで、2時間ぐらい実はちょっと、自民党の体質について話をしながら、僕たちはこっちのラインで行きますよ、堀江もって言ったら、他のお客さんも大体そこにいた人とか、隣のお客さんとかも、すごくそれ面白そうっていうか、堀江さんやっぱりやってみてほしい。堀江さんのことが嫌いな人もね、堀江さん総理大臣するの面白いと思うわけですよ。だからそこはね、僕自身本当ワクワクするなと思って、新しい選択肢を出してないでしょ。テレビによって次の総理誰がいいですかってやってるんですよ、メディアによって。堀江もんって入れてないから、選択肢を入れたらガッと入ると思うんですよ。今の国会議員とかでやるからそうなるわけで、だから堀江もんとか中田敦彦さんとかね、入れていったら面白いなと思う。有名なのは政治をしていこうというか、そういうのはずっと変わってないので、浜田でございます。まあ、今回はですね、今年最後の、総会ということで、私からの、簡単な挨拶をさせてもらいます。今年はですね、予算委員会という議席があってですね、しかもが一応2人の議席だったんですけれど、実質ガーシーさん海外にいる、私一人でございました。なかなかですね、忙しい、通常国会でありまして、予算委員会あり、そして除名に関する、いろいろな手続きありということで、本会議の方も登壇させていただくなど、非常にですね、ちょっと除名されたのは大変残念ではありますけれど、私自身は非常にいい経験をさせていただきました。それをですね、ぜひ国民の皆様に、少しずつですね、還元していきたいとは考えております。これもですね、皆様のご協力あってのことでございますので、この場を借りて感謝を申し上げます。大変ありがとうございました。来年以降にも向けてですね、私自身、政調会長として、少しずつ準備を進めております。おかげさまで、マニフェストに関してはいろんな方のご協力をいただいている上ですね、ひとまず完成しております。
それなりに順番も上々で、皆さん自身も、まあ、ちょっとね難しいところもあるかもしれませんけれど、まあ、いい勉強になるとは思いますので、まあ、ぜひ皆さんも目を通していただけたらなと思います。ということで、私からは以上になります。今年一年どうもありがとうございました。私の方からも簡単な、感想を述べさせていただきたいなと思います。3月24日にですね、繰り上げ当選という形で議員にしていただきまして、約9ヶ月ほど経ちました。一言でいくとですね、こんな言い方したら怒られるかもしれないですけども、非常に充実した楽しい議員活動をさせていただいております。やはり議員という仕事っていうのはやっぱりやりがいがあってですね、まあもちろんね、皆さんご存知とたくさんアンチもたくさんいるんですけれども、意外と少数政党なりにできることを動かせることがあるんだなと、この9ヶ月で徐々に分かってきました。その中でですね、やはりまあ我々の党としてはその NHK 問題をまあ一丁目一番地として取り組んできてですね、まあ稲葉会長とも距離を縮めつつ、国会の質疑等々を取り組んでるんですけれども、もちろんね、これ皆様の、NHK から国民を守る党を立ち上がった当初、2019年からですね、国政政党となり、現在2023年までのこの4年間のこの実績というものが、まさに現れた年だったんじゃないかなというふうに思っております。そして、一つ、質問でもいただくんですけれども、来年からね、浜田さんが、一応離れるという形にはなるんですけれども、国会としてはですね、間違いないいただきたいのが、 NHK から国民を守る党としての会派、国会議員というのはあくまでも会派で動きますので、その浜ちゃんケンちゃんは一切何も変わりませんので、継続して、コンビとしてしっかりやっていきますので、皆さんご心配なく、この浜田さんが離れるから別にどっか行くわけでも何でもないので、まあ、ある意味この裁判に対しての一つのですね、向こう側との一つの対策の一つであってですね、国会の動きというものは一切変わらず、やっていきますので、皆様、来年もぜひよろしくお願いしますというところで、斉藤からの簡単な挨拶でした。皆さんお疲れ様でございます。まあ今年もいろいろありましたね。もう今なんでしょうね。いや、去年の今頃はね、全くこんな状況は想像できないんでね、来年の今頃なんか全然また違う状況になってるのが、まあうちのね、党のいいところでもあり、面白いところでもあると思うんですけど、まあそういう意味でね、今年はちょっと皆さんにご心配をおかけした部分もあるのかなというふうに思いつつも、まあ皆さん心配しすぎて、なんかこう、胃が痛くなるんですみたいな、我々がね、幹部が胃痛くなるってまだわかりますけど、支援者の皆さんの方がね、ちょっと、気持ちがみたいな感じの方もいらっしゃるので、そこはちょっと長い目で見ていただいて、後村さんはじめ、党の皆さんとやり取りをね、いつもさせていただいてるんですけど、そうした中で、次とね、新しいことを考えてますんでね、守りだけじゃなくてね、攻めの姿勢も来年も、多分ね、田島さんまた面白いことやりますよ。絶対面白いことね、ありますんでね、ぜひ引き続きね、NHK ぶっ壊すためにも、ご支援ご協力を賜りますように私からもお願い申し上げまして、私ももうちょっとコミットできるように頑張りたいんですが、まぁ、ちょっと何分まだ世界回ってほしいですね。で、帰ってくる時もあれば、オンラインでもご協力させていただきます。共に頑張っていきましょう。今年もありがとうございました。来年もよろしくお願いします。NHK をぶっ壊す。